赤道直下のマレーシア、気温はいきなり40度を超えた第2戦マレーシアグランプリ。開幕戦に勝利し、さらにリードを広げたい。暑さなんか若さで乗り切る。フェラーリのウィングに疑惑発生。ストレートで変形してトップスピードが伸びるフレキシブルウィングの噂。モントーヤはわざと大声で噂。猛暑の芝生席、ポールはフィジケラ、2位はバトン、ミハエルはエンジン交換ペナルティで14位。スタート。フィジケラが伸びていく、バトンは伸びない。左の2台はウィリアムズ、右からアロンソが伸びてきた。アロンソ3位。アロンソは予選7位。実は第3ラウンドで給油リングが不具合を起こし、燃料を目いっぱい積んで重たいのである。しかしウィリアムズ2台がやり合っている隙に、大外からあっさりと3位浮上。レースは26周目。佐藤拓磨が見せた。3リッター V10 エンジンを使うトロロソのルイツィに抜かれる。しかしここで拓磨のレーサー魂に火がつく。さあもう一度、もう一度だ。拓磨もう一度最終コーナー、ファイヤースモーク、よしよし、佐藤拓磨やり返した。よし、これは根性だ。これが大和魂。スーパーアグリの SA05、 ストレートでは負けない。拓磨の意地がここで炸裂した。バトンはずっと2位を守っていたが、2回目のピットストップでアロンソに先を越され3位に落ちた。全力で戦ったものの、ルノーの速さには届かない。ホンダ首脳陣言葉なし。フェラーリも2台ともエンジンを交換して安全策を取ったが、終始スピードが足りなかった。ミハエルは6位に終わり、チームは原因究明に入った。第2戦もやっぱりルノーだった。シャシー性能と信頼性はピカイチ。優勝はジャンカルロ・フィジケラ。アロンソでなくても勝てるルノー。2位アロンソ、今ゴール。ルノーのワンツーフィニッシュは1982年以来24年ぶり。ワンツーを祝うフィジケラとアロンソとフラビオ。今年もルノーは強い。4月のオーストラリア、例年より1ヶ月遅い開催で、南半球は秋。拓磨もしっかり着込んでレディーコール。開幕戦はノーポイント。第2戦はラルフの8位がやっとのトヨタ。ブリヂストンタイヤも使いこなせていない。ホンダは開幕3戦での優勝を宣言。そろそろ結果を出したい。そんな中、予選第3ラウンド、ホンダのジェンソン・バトンが奮起。ポールポジション獲得。チームも生き返った。バトン本人も何を言ったのか覚えていない。4月2日決勝、気温20度、路面温度28度、予想外の低温。初優勝なるかバトン、やや緊張の面持ち。ミハエルは古いスペックのタイヤを選定したのがあだになり、10番手のタイム。路面温度が低すぎる。タイヤマネージメントが最大のキーポイント。スタート。バトンの真後ろはアロンソ。バトン、1コーナーは何とか守った。しかし後方でアクシデント。直ちにセーフティーカーが入った。
事故はあちこちで起き、マッサもクラッシュ。マッサはクリエンと接触し、2個のウイングを飛ばした後、壁に激突。ラジエーターが破裂して、もうもうたる白煙。再スタートに向けて、アロンソはタイヤを温める。マシンの重量配分の違いで、ルノーだけこの動きができる。何を語るか、パット・シモンズ。さあ、再スタート。バトンのタイヤは冷えている。アロンソのタイヤは熱が入った。ラクレクとバトンをかわし、アロンソトップに立つ。リプレイ。セーフティーカーの低速走行でバトンのタイヤは冷え切り、あのくねくね走りで熱を入れたアロンソが一気に抜いていく。またもクラッシュ。レッドブルのクリエン、何らかのマシントラブルから大クラッシュ。これで2度目のセーフティーカー。ロン・デニスはライコネンに期待。レース再スタート。今度はライコネンがバトンを襲う。バトンはまたまたタイヤが冷え、ライコネンにやられてしまった。アクシデントに終わりはなかった。あと大クラッシュ。ミハエル・シューマッハ、ミハエル・シューマッハがその罠にはまってしまった。再びセーフティーカーです。再びセーフティーカーです。ミハエルは最終コーナーにバンプがあると非難していたが、ここは何度も通った道。こんなミハエルは初めて見た。結局4回もセーフティーカーが入り、バトンは脱落。アロンソは楽々今季2勝目。ルノー開幕3連勝。2位にライコネン。バトルがなくて楽だったとアロンソ。そして3位にはラルフ・シューマッハ。トヨタ今季初の表彰台。その時バトンはフィジケラに追われ、激しいエンジンブローに見舞われていた。ゴールは目前。ここでマシンを急停止、チェッカーフラッグを受けるのをやめるのであった。バトンは天国から地獄のレース。ラインを横切れば次のサンマリノでエンジン交換のペナルティーがつく。だからチームは手前で止めるよう無線で指示をした。一方のトヨタは表彰台。木下 TMG 副社長も迎える。ミハエルは0点、自分は10点。開幕3戦でチャンピオンシップをリード。アロンソ耳をパクパク。そしてタクマ12位、イデ13位、スーパーアグリも初のダブル完走。成長しつつあるスーパーアグリだが、この後のヨーロッパラウンドでは思わぬ苦悩が待っていた。